本日の企画はエッグモデルに聞いた一番憧れている姉ギャルは誰。はい、どうもギリプとピアナとエリカとアイミンです。はい、本日はナッツモデルに一番可愛いエグマは誰って聞いてみて、上位5人に入っている4人を選抜して読ませていただきました。そう、めっちゃ嬉しい。嬉しい。嬉しい。この時点で上ってことでしょ。嬉しい。え、ハイタッチしてごめん一回ね。理由なんとなくだった。結構焦るよねコメント。ナッツモデル20人に一番可愛いエグマは誰って聞いていったので、理由も合わせてどんどん発表していきたいと思います。一番可愛いなんだ。なんかナッツのイメージ強くない？え、この前ナッツの YouTube 出て強いんだよね。今度はこれだから、まあ、どっちにもね、なんかいてもおかしくないような感じだから分かる。両方お願いします。早速第5位から発表していきたいと思います。それでは第5位、アイミン。やったー。今さ、なんか自分呼ばれた気しなかったよね。こういう感じねみたいな。自分今びっくりしたもん。そしたら票数は1票です。わあ、え、でもそれ、うん、え、うん、だって、あ、そっか、人数的にいっぱいいる中で、あー、やべ、この子たちだけに票が集まってるんで、え、すごくね。すごく、うちらすごくない。で、1票入れたのが青子。あー、嬉しい。ありがとうございます。それではコメント読みますね。ライブ配信の時から本当にいい子で、モデルになってからダイエットとかもそうだし、メイクも上手くなってし、めっちゃ可愛い。わー、嬉しい。くれてる人じゃないと書けないコメントだから、うん、細かく押してくれてるね。めっちゃこもってた感情が。お姉ちゃんかと思った。じゃあそれでは第4位を発表します。第4位、エリカ。おめでとう。ありがとうございます。ちなみに2票入ってます。1票目がアイミちゃん。おー、ちょっと後でしたね。確かにね。だってずっと推しだもん、愛強いもん。ありがとうございます。だもん、だもん。2票目、ゆきのちゃん。おー、あ、でも系統なんかストリート系だからか、うんうん、個性光っててスタイルも最高。嬉しい。やっぱスタイル来るよね。エリカスタイルがいいから。めっちゃ綺麗。ゆきのちゃんはなんか意外と共通の友達多くて、そうなんか遊ぶところとかでたまに会ったりしてなんか遊んだりするから、じゃあ交流あるんだ。ありがとうございます。それでは第3位。3位、いや、イエーイ。わー、でもこれはうち予想当たっててほしいわ。ちなみに3票入っていて、1票目、現エッグモデルの中で一番長い付き合いで姉妹の本当に心からいい子です。絶対ビビちゃんね。絶対ビビちゃん。愛嬌も最強、私の癒しです。イエーイ。いただいてます。大好き。次、キミちゃん。嬉しい。シンプルに可愛い。嬉しい。3票目、アンちゃん。とってもいい子だから。嬉しい。でもなんかさ、ナッツっぽいってやっぱ思ってるんだろうね、系統的に。自分が多分ナッツの好きな系統と似てるから可愛い。でも確かに今選んでくれてる人全員なんかリアナのこと好きそうな系統してる人多いかも。ルイトモ的な感じ。絶対そうですよ。基本的にだよね。じゃあそれでは第2位を発表いたします。それでは第2位。おー、うち1位ってこと。7票入ってます。自信なかった。マーミちゃんから、服のポケットにしまいたいくらい可愛い。それ昔から言ってる。話すと控えめなのが萌えポイント。マジでキモすぎて嫌いにならないでね。次、ゆまちゃん。めちゃくちゃギャルで可愛い。レイタピ、圧倒的ギャルでスタイルも顔もめちゃくちゃ好き。せいせい、絶対的エッグ顔、とにかく顔が可愛すぎる。そして最後に、よちちゃん。ガチで顔がタイプする。モモアはギャル好きにはたまらないよ、うん、もう本当に刺さるから。一番ごめん、票数間違えちゃったから言い直します。マミちゃんが2票入っちゃって6票です。モモアが6票。モモアが6票です。じゃあ、はい、第1位発表します。第1位はキレイちゃん。イエーイ、ありがとうございます。そしたら1票目、ハラちゃん。
メイクも顔も綺麗で最強って。アナちゃんありがとうございます嬉しい。レチちゃん、ひたすら美、強い時も好きでしたが、ちょっとメイク薄くして綺麗系になった時がドタイプでした。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。さとみかさん、マジで初期からブレずにギャルを貫いてるところ、礼儀正しいし、マジでマインドもルックスもギャル最高、かわいい。みかさん最高です。みかちゃん嬉しい、ありがとうございます。吉丸くん、出会った時すっぴんやったけど綺麗でした。レイプロさん、元がめっちゃ綺麗だし顔がとにかく綺麗。ありがとうございます。イオちゃん、顔がタイプです。嬉しい、顔タイプって結構、めっちゃ嬉しいですよね。アンジェリカ、時代に合わせて自分流のギャルやってて可愛い。あ、嬉しいだ、そのコメントはうち結構すごい嬉しい。めっちゃ合ってますよね、自分に合わせて、うん、やっぱ年々、6年いるんですけれども、うん、1日年結構変えてるから、うん、それ気づいてくれるっていうのが、うん、本当身内にいると発信力が上がるんで、めちゃくちゃ嬉しいです。最後、セイラちゃん、名前の通り本当に綺麗、常に自分自身を磨いて向上している姿を見るとかっこいいし尊敬できる。ギャルメイクでもナチュラルメイクでも似合うお顔は最強です。ありがとうございます。確かに、確かに、本当に、本当に、なんかすごいよく見てくれてるなって思う、コメントがなんか、なんかほぼほぼなんか全部な、近くでちゃんと見てるよみたいなのめっちゃ伝わってきません？やっぱ同じ媒体じゃ、媒体的にはギャルっていうさ、なんかそういう同じなんですけど、なんかそういうなんか協力プレイ感があるよね、こういうところで支え合い的な、なんかすごい絆を感じた。発表で1位が綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。投票してくださった夏モデルの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？嬉しかった。意外とこういうのドキドキしない？ドキドキしない。やっぱなんか友達が入れてくれるのもすごい愛を感じるし、多く票もらってる人のコメントとかも聞くと、媒体違うけどなんか助け合ってるっていう感じなのをすごいなんていうの感じるじゃないですか。だからめっちゃこういうのいいなって思いました、うん、なんかこっちとこっちの媒体ってどうなんだろう、多分普通に気になるじゃん、多分視聴者の人は、うんうん、なんか仲が良さだったりとか、なんか同じ媒体のなんかギャル同士としてのなんか絆みたいなのをなんか見せれるのが嬉しいなって思うし、しかもギャルってさ、好きになったら好きだしさ、好まなかったら好まないってはっきりしてるからさ、なお嬉しくない？うん、嬉しい。こびないコメントじゃん、多分。確かに。絶対にそう。だからちゃんと心のこもったコメントが多分あると思う。そうそうそう。だからこっちもさ、あ、こういう風に思ってくれてるんだ、誰々さ、うん、みたいな、誰々ちゃんとかさ、いろいろ出てくるじゃん。うん、吉丸唐突の気になりますよね、やっぱ。しかもメンズ一人だけって何だろう。大好きな共にギャル媒体ということで、お互い高め合って、はい、絆深め合って、これからも一緒に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。